Thank you.
Beelzebub.
ケレスモンメディウム。
Thank you.
アロデレモン。私に挑むとは愚か。私がやろう。アンジェレーション。私がやろう。
これはまずいな。どうしよう。カイトと葵さん、何か困ったことがあるの？うん、食料の残りが少なくて、今までと比べて食べる人数が増えたでしょ。材料が減るのも早くなってしまって。人数が倍になりゃ食料の減りも倍になる。当たり前の話だがな。このままじゃじきに足りなくなる。困ったわ。どうしよう。そうだな、森で何か探すってのはどうだ。森で？ああ、食える木の実くらいはあるだろう。これでも俺は田舎住まいだ。森には慣れてる。後で何か探してみるぜ。食料問題は放置できねえもんな。あ、だったら一緒に行きましょう。私も食べられる植物を覚えておきたいもの。それなら僕も。お前は残ってろ。なんで？面倒見なきゃいけねえ奴らがいるんだ。何人かは残らなきゃダメだろうが。それに城から来た奴らの面倒を放ってミュウが食材探しに行きたがるとは思えねえ。つまりミュウたちを守れってこと？そういうことだ。頼んだぞ。そうだね、分かったよ。
Thank you.
教授、どこに行ってたんですか？森を探索していたんだよ。奥の方に新しい建物が出現していた。え、本当ですか？どんな建物ですか？中に人はいましたか？落ち着いてくれ、タクマ君。一つずつ答えるから。すみません、つい。私が見たのは図書館だよ。図書館？軽く入り口付近を見ただけだから、中に人がいたかどうかはわからない。それに、あの図書館は明らかに今までの建物と違う。違うって、どんな風に？あの建物は、いや、みんなの前で話した方が早いか。とにかく一度校舎に戻ろうじゃないか。そうですね、わかりました。行きましょう。食料探しって予想以上に難しいわ。草でも食えればいいんだが、その辺の雑草は苦くて食えたもんじゃねえし。ここは季節もぐちゃぐちゃだからな。実のなってる木ばかりじゃねえ。でも彼岸花は秋の花だもの。この辺りなら秋らしく実のついた木だってあるかも。お前、無事だったのか？ハル君、待って！どこに行くの？森の奥に進んでいくみたいだな。どうする？追ってみましょう。一人で森の奥に向かうなんて、危険すぎるもの。みんなに知らせなくていいの？知らせたいけど、その間に、ハル君を見失っちゃったらまずいでしょ。仕方ねえな。とっとと捕まえるぞ。お待たせ。って、あれ、葵さんとカイトは？二人は食料を取りに森へ行ったんだ。もしかして二人でデートか？ミノルさん。ごめんごめん、冗談だって。待ってくれ、タクマ君。二人は森へ行ったのか？はい、そのはずです。私、さっき二人を見たよ。森の中、東の方に歩いてた。東？図書館の方角だ。え、それってまずいんじゃ。図書館？さっき教授が見つけたって。森に新しく出現した建物なんだ。まだ調べてない。何があるかわからない場所だ。もしそっちの方に行ったなら危険すぎるよ。本当に新しくできたばっかりだって言うなら、もしかしたら主の手下も調べに来てるかも。そんなの大問題じゃない。早くお兄ちゃんたちを助けに行かないと。待って、ここの守りはどうするの？みんなで助けに行っちゃったらここが手薄になるわ。でも少人数で迎えに行くのは危険よ。戦力がバラバラの状態じゃ返り討ちにされるかも。それはわかるんだけど。バタモン、バタモン。はい、ミュウ様。緊急
事態なの。ちょっとの間、小さい子たちの面倒を頼んでいい？何かあったら、みんなを連れて全力で逃げてね。頼んだよ。わかりました。ミュウ様、どうかご無事で。よし、これでここの守りは多分大丈夫。多分って、本当に大丈夫なのか。城では主相手に道義もできなかった者たちだろう。じゃあ他に頼れる人いるの？ちょっとの間なら平気だと思う。みんなで行く分、みんなで早く帰ってこよう。そうだね、これが最善な気がするよ。行こう、葵さんとカイト助けに行くんだ。教授、本当にこっちで合ってるんですか？うん、間違いないはずだ。はずって？まだ建物は見えないが、方角は合っている。もうすぐだ。まさか建物ごと消えたってことはないよね？そんな、お兄ちゃん。あれは図書館が見えました？いや、別の厄介なものを見つけてしまったようだ。見つけたというよりは、むしろ見つかったと言うべきか。ずいぶんと遅かったな。仲間の危機だというのに薄情な奴らだ。レナモン！ここに来たのは私たちに接触するためか、それとも図書館目当てか、ミユキ君のためか。黙れ。お前にミユキの名を語る資格などあるものか。やはり君は私のことを恨んでいるのか。恨む？どういうことだ？答えを返す義理はない。お前らには黙って生贄になってもらう。生贄？ミコ以外にも生贄が必要なの？以前アルケニモンが言っていたな。人間の子供はミコほど重要ではないが。十分に使い道があるって。でもそうはさせないわ。何をするつもりかは分かんないけど、生贄なんて絶対にダメだ。ふん、使い道すらない獣たちがよく吠える。なんだと？レナモン、どうしてだ。お前はミユキを助けようとしていたじゃないか。僕たちは同じ目的のはずだ。だったら一緒に。従わないつもりか？ならそれでいい。力ずくで従わせるだけだ。レナモン！みんな気をつけろ。来るぞ。レナモン、進化！私の術の餌食となれ。悪魔に立ち向かうつもりだ。
ないものから来る。よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。アロデルモン、覚悟はいいか。僕の番だね。行くぞ。おー、グレイモン。私の力を使う。戦うべきか。私がやろう。いつでもいらっしゃい。戦うべきか。私がやろう。いつでもいらっしゃい。
ナモン、どうして戦わなきゃいけないんだ。お前だってミユキを救いたいんだよな。知ったような口を聞くな。約束したんだ、ミユキを守ると。私だけがミユキを助けられるんだ。それって僕たちと同じ。ハルでもタクマでも他の誰でもなく、この私がミユキを救う。レナモン、お前たちにいいことを教えてやろう。仲間の居場所だ。仲間？それって、葵ちゃんとカイトのこと？あの二人を助けたいのなら図書館に来い。そして自らの罪と向き合うがいい。来なければ二人は死ぬ。必ず来るんだ。お兄ちゃん、葵さん、やっぱり敵に捕まっちゃったんだ。本当にそうなのか？ハッタリなんじゃ。いや、あの口ぶりはハッタリとは思えない。でも捕まえたって言うなら、なんですぐに生贄にしないわけ？決まってるでしょ、ミュウたちをおびき寄せて生贄を増やすためよ。それつまり罠ってこと？でも罠だったとしてもやることは変わらないよ。そうだよ、二人を助けなきゃ。行こう。もう少し進めば図書館が見えてくるはずだ。
Thank you.
べきか。
手になろう。よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。アロゼルモン、覚悟はいいか。僕の番だね。行くぞ。おー、グレイモン。私がやろう。アンジェレーション。いつでもいらっしゃい。られているのか。違う、私は見捨ててなの。私は教授、しっかりしてください教授。教授、すごい汗だぞ。大丈夫？大丈夫、
大丈夫だ。すまない、取り乱した。幻を見ていた。いや、幻というには作為的な内容だった。あれは幻ではない、意図して作り出されたものだ。苦しめ、弱らせることが目的なのか。心を追い詰め、しかし壊さないようにしている。子供たちだけでなく私にも見せようとしたのは、その理由は。教授にも幻が見えたのか。そんなに変なことなんですか。ただ単に図書館に入ったもの全員に見える幻だったってことなんじゃ。その可能性はある。だが気になることもある。敵にとってはいらない邪魔なだけの存在だと思っていたんだが。だったら私を図書館に入れず分断した時に排除すればいい。排除って、つまり殺せばいいということだ。だが敵はそうはしなかった。つまり私も生贄足りえるのか。それとももっと別の理由が。教授、タクマ君、アグモン、少し話をしてもいいだろうか。教授の幻についてですか。そうだ、ことここに至ったならば全てきちんと話すべきだと判断した。私の名前は水瀬明春。50年前に行方不明になった水瀬美雪の弟春だ。え、みゆきが教授のお姉さんで教授が春なの？私は今までこの話は元の世界に戻るために必要のない情報だと、むしろみんなに余計な気苦労をかけるだけだと思い込み、言葉を濁してきた。ジジモンはみゆきに声を届けてもそれは対症療法、その場しのぎでしかないと言っていた。いずれみゆきを倒さねばならない。それが本当なら、教授とみゆきが兄弟だという情報はみんなに遠慮や迷いを生ませるでしょうね。私もそう思っていたよ。だがその思い込みは間違っているかもしれない。レナモンの憎悪もレナモンが主についたこともおそらく私の過去と関わりがある。全てを救う鍵がみゆきであるならば、私の事情ももう無関係でいられるはずがなかったんだ。だから無事にこの図書館を脱出できたら全てをみんなに打ち明けようと思う。私について、私の姉について、最初から全てを。教授、今まで私は随分と不審な行動をしていたことだろう。なのに君は私を追及せずそっとしておいてくれた。ありがとう。そしてすまなかった。いえ、こちらこそ話してくれてありがとうございます。さて、まずは全員で拠点まで無事に戻ろう。そうですね、わかりました。もうみんなの居所はわかっています。あとは全員で脱出するだけです。悪い、待たせたな。葵さん、カイト、
もう大丈夫？すっかり平気みたいだぜ。誰かさんのおかげでな。悪い幻を打ち破ってくれてありがとう。役に立てたならよかったよ。みんなが無事で安心した。この後はどうするの？全員と合流したら扉か窓を破って一度この建物を出よう。罠の中じゃ調べ物なんてできないよ。まずはここから逃げ出すことを考えるんだ。お前たち人間はまたそうやって逃げるのか。レナモン、待ち伏せていたのか。このまま逃がしては捕らえた意味もないだろう。無駄な抵抗はやめて、早く生贄になってしまえ。待てよレナモン、お前の目的を教えろ。ミノル、お前はミユキを救いたいはず。ミユキが主に捕らわれた状態では困るはずだ。なのになぜ主に加担する？主からミユキを救いたくないのか？呆れるばかりだ。君たちは本当に同じことしか聞かないな。そのしつこさに免じて教えてあげるよ。すべてはミユキを救うためだ。ミユキを救う？主から取り戻すってことか？そのためにこの子たちを身代わりにするつもりか？身代わりってタクマたちとミユキを交換するってこと？主は生贄を欲してる。多くの生贄を食らって初めて主の世界は広がるんだ。私は主の手足となってお前たちを連れていく。その代わりにミユキを返してもらう。主がミコを返すはずがない。君は騙されている。だからといってミユキを、私の運命の子供を見殺しにはできない。運命の子供？じゃあレナモンにとってのミユキは僕にとってのタクマなの？そうだ。お前たちの世界の時間で数十年前、多くの子供たちがお前たちと同じようにこの世界へ迷い込んだ。その中にいた二人の子供、水瀬美雪と水瀬秋春。水瀬秋春。みゆきちゃんの弟の秋春、春くん。お前のことだ、水瀬秋春教授。いや、春は。じゃあみゆきって教授のお姉さん？いやいやいや、ないって。教授とみゆきじゃ年がおかしいだろう。みゆきに巫女の力があるからか、あるいはみゆきは主に魂の半分を飲まれているからか。みゆきの体は時の流れから置き去りにされているんだ。みゆきは水瀬の巫女だ。世界と世界をつなぐ歌を操ることができる。みゆきはその力で、神秘の歌で、秋春、お前だけを元の世界に戻したんだ。じゃあ、教授はこの世界に来るのが二度目だってことか？そうだ、レナモン。ここで見たお前の幻が教えてくれた。私の記憶の蓋、真実を隠す恐怖、あの悪趣味な幻は全てを取り払った。私はみゆき姉さんを置いて元の世界に戻り、
そしてこの世界で感じた恐怖ごと記憶に蓋をしてしまったんだ。お前を逃がしたせいでミユキは主に捕らえられ、魂の半分を奪われた。その影響か。私が生き残った仲間を解き伏せ、ミユキを奪還した時には彼女は自我を半ば失っていた。お前の身勝手な保身のせいでミユキはこの世界に置き去りにされた。主に取り込まれ、正しく年を取ることも心を動かされることもなくなった。ハル、お前は自分だけおめおめと元の世界に帰り、置き去りにされたミユキを見捨てたんだ。ミユキはお前を救うために心を壊されて傷ついたのに、なのにそんな状態でも彼女は弟を待ち続けていたんだ。弟はきっと来てくれる。ミユキはそう信じていた。そう思わないと本当に壊れてしまうから。だから私はこの姿で彼女を支え続けた。お前がミユキのそばにいた頃の姿で。自我が薄れているはずのミユキはこの姿ならば微笑んでくれた。言葉を投げかければかすかにでも反応をしてくれた。ごくまれに歌を聴かせてくれた。だから私はこの姿でいた。ずっとお前の影帽子でいたんだ。お前がこんな老いぼれになるまでずっとずっと一人で彼女を助け守ってきたんだ。レナモン、すまなかった。それは償いきれないほどの大きな罪だ。そうだ、贖えない罪の行き着く先は死だ。お前たちは全員主の生贄になってもらう。待ってくれ、タクマ君たちはこの話に関係がない。あるさ、ミユキを取り戻すための交換材料だ。いや、私の目的は復讐ではない。だが結果としてお前たちは死なねばならない。しかし、ミユキのためにお前の姿を取り続ける。その決断は私にとってどれだけ屈辱的なものだったか。この屈辱が分かれば私の意志が固いことも分かるはずだ。だからってこっちも黙ってやられるわけにはいかないの。ミュウ、私たちだって仲間には死んでほしくない。フローラモンと一緒に生きたいの。あなたの苦しみは分かるわ。自分だったらって考えたらたまらなくなる。でも果たされるかもわからない約束のために、私の大事なミュウを生贄になんてさせない。みんな、うん、そうだね。レナモン、僕には主がミコを解放するなんてどうしても思えない。ミユキを取り戻すためにすべきなのは生贄を捧げることなのか。本当にミユキを取り戻したいのなら僕たちで声を届けるべきだ。私たちの声はきっとミユキに届く。だからレナモン。黙れ！レナモン。認めない。私ではなくお前たちの声ばかりがミユキに届くなど認めない。おとなしく彼女のために生贄となれ。それがお前たちにできるたった一つの償いだ。
甘いざれ事はもう終わりだ。立ちはだかる者は私の敵だ。早めに終わらせる。覚悟はいいか？アンジェレーション。おっと、俺の番だな。強くなる約束だ。ベルゼブ、勝ち目はないと知れ。私がやろう。
ション。どう戦うべきか。私の力も使う。案ずるな。早めに終わらせる。いつでもいらっしゃい。前に呼吸を合わせる。私がやろう。早めに終わらせる。私がやろう。どう戦うべきか。
案ずるな。早めに終わらせる。いつでもいらっしゃい。私がやろう。アンジェレーション。俺が行こう。私は感謝しているのだ。君が辛い思いをしたことはよくわかった。私の存在が君をどれだけ苦しめたかも。どれだけ私を恨んでもらっても構わない。しかし今は協力してほしい。主の言葉を信じたところで君に待つのはさらなる忍耐の日々だけだろうから。私は君にこれ以上の苦しみを与えたくない。そしてミユキにも。だからお前がミユキを語るなと。主が約束を守る保証などない。賢い君なら分かっているはずだ。それでも約束にすがってしまったのは他に方法がなかったからなのだろう。そもそも最初にミユキを脅かしたのは主だ。
そして今度は君が主に騙され苦しめられたと知ったら、その時一番悲しむのはみゆきだよな。レナモン、姉さんを、みゆきを主の手から取り戻そう。あの日私たちがするべきだったことを今成し遂げるんだ。はる、私は にはいないのか、みゆき。お前が寄り添っていた時とは違う。巫女の魂は我が内に沈んだ。いくら訴えかけたとて声なぞ届くはずもない。じゃあやっぱりお前は獣ごときの言葉に応じる必要などあるまい。騙したのか私を。レナモン、耳を貸しちゃダメだ。みゆきはあの城で教授の声に応えた。みゆきの魂はまだきっと主のそばにある。我が運命の子供、私の声を聞いてくれ。みゆき、みゆき、頼む、私の声に応えてくれ。あの笑顔も歌声も優しい心もお前なんかのおもちゃにしていいものじゃないんだ。みゆきを離せ。これは。そうだレナモン、私たちの思いを力に変えてくれ。エナモン、ワープ進化。
力は満ちました。昨夜も行くわよ。私がやろう。行くわよ。混合カイマンダラ。最善手。
私がやろう。アンジェレーション。どう戦うべきか。私の力も使う。さあ、行くわよ。どう戦うべきか。私がやろう。アンジェレーション。いつでもいらっしゃい。私の力も使う。行くわよ。混合カウンターだろ。どう戦うべきか。私がやろう。アンジェレーション。いつでもいらっしゃい。行くわよ。混合カウンターだ。どう戦うべきか。私がやろう。いつでもいらっしゃい。さあ、行くわよ。どう戦うべきか。私がやろう。
ション。いつでもいらっしゃい。協力しましょう。さあ、行くわよ。私の力も使う。混合カラスだろ。最善手。私の力も使う。アメリア。取り戻せなかった。でも分かったよ。みゆきはまだ主の中にいる。言葉も声もやっぱり届くんだ。声が届く。そうだ。ああ、私の声も届いた。レナモン、すまなかった。つらい思いをさせてしまった。そして、ありがとう。姉さんに寄り添ってくれていて。みゆきは他の人間とは違う。特別な力を持ってる。巫女の力ってやつか？そうだ。生贄にはならない代わりに力を振るえる。飢餓の世界をつなぐ扉を開ける力、それがあるから主はみゆきに執着しているんだ。主の目的は、みゆきの力で扉を開いて何をする気なんだ？復讐だ。人間の世界に攻め込む気なんだ。復讐？何に対してだよ。人間の世界があいつに何かしたってのか？すまない、詳細は知らないんだ。だが主は言葉の端々に人間の世界に対する復讐心をにじませている。この世界が霧に飲まれ壊れ始めているのも主の目的と関係しているのかもしれない。じゃあ主の目的を阻止しないと、私たちが帰れないだけじゃなくて、両方の世界が霧に飲み込まれてしまう、そういうことよね。私は主からみゆきを助け出したい。レナモン、僕たちの目的は同じだ。待てよタクマ、ジジモンは最後にはみゆきを倒すしかないって。そうだとしてもギリギリまでみゆきを助け出すために考えたい。今のまんまじゃみゆきさんがかわいそうすぎるよ。それにうちらの声はみゆきさんにちゃんと届くんだって分かったじゃない。みゆ
雪ちゃんに声を届け続けられたら、それで美雪ちゃんが自分を取り戻せるなら。うん、やるだけやってみようよ。助けられた方がみんなハッピーだもんね。お前たち、お前もっと俺たちを頼れよ。ハルとしてだったけど、一緒に過ごした仲間だろ。仕方ねえな。ミユが危険にならない範囲でなら手を貸してもいい。共に行こう、レナモン。僕たちでミユキと世界を救おう。ああ、我が想像せし世界、急がねば我もまたこの世界と共に。いな、認めぬ、諦めぬ、必ずや我が対岸を成就すべし。ゆえに切なる美雪、我が命なり。さあこっちへ、こっちへ。こっちって、こっちに来てって言ってるの？そなたなくば我が対岸成就せず。対岸、つまりあなたの願い。思い隔てし一族、許すまじ。しかればこそ美雪、しかればこそ。さあ、みゆき、まいれ、まいれ、まいれ。私に何をするつもりなの？さあ、早くこっちへ。やだ。逃さぬ、返さぬ、我が巫女、我が命よ。Thank you.
レナモン、その姿なんでまた春の姿になってんだ。もうすっかり正体は分かっちゃってるんだし、わざわざ春でいることもないんじゃない。もう随分と長くこの姿でいたからな。体が勝手に春の姿でいようとしてしまう。え、でも昨日はレナモンの姿だったじゃんか。元の姿に戻らねば戦えないのだから当然だろう。それってつまり普段は春の姿の方が自然ってことなのか。そっちの方がリラックスできちゃうみたいな。手虫かよ。うるさい。みゆきのそばで春の姿で居続けていたらいつの間にか当たり前になっただけのことだ。しかしその姿でいることは君にとって苦しいことだったのでは。最初は確かにそうだったがな。だがそんな思いも違和感もとっくに薄れたよ。それにこの姿でいたからこそ見られたみゆきの表情というものもあったから。だから昨日言ったあの言葉はもう忘れてくれていい。そうか。それで俺たちをここに集めた理由は何か大事な話なんだろう。ああ、みゆきの居場所について話しておかなければと思ってな。みゆきがどこにいるのか知ってるの。みゆきは祠にいる。祠？それって神社の祠ってこと？ああ、そうだ。それは本当かね。今さら嘘などつくものか。主の本体がいるのは祠の奥深くだ。だから間違いなくみゆきも祠にいるはずだ。たくま、レナモンは嘘なんて言ってないと思うぞ。それじゃあ本当に。びっくり。まさか敵の本体がこんなにご近所さんだったなんて。ああ、あの辺はこれまで何度も歩き回ってたからな。ええ、私も全く気がつかなかったわ。東大元暮らしってやつか。しかしあの祠には何者かが隠れられるような場所はないはず。まさかまだ奥があったとは。だがあそこは何度も調べたから間違いはないはずだ。協力し合うのだろう。私の言葉を疑うのか。春は思い込みが激しいから一度言い出したら聞かないと昔みゆきが言っていたが、その癖はまだ治ってないようだな。それはけどさ、教授が疑いたくなるのも無理はねえんじゃね。それは結局私の言葉を信用していないということか。そういうわけじゃないよ。ただ信じられる根拠は欲しいかも。全ては祠へ向かえばわかることだ。僕はレナモンを信じるよ。レナモンがミユキを助けたい気持ちは本物なんだ。ミユキのことで嘘をつくわけないよ。まあそう言われるとそうだよな。っていうかレナモンの目を見ればわかるよ。レナモンの目、うちを守ってくれる時のシャコモンと同じ真剣な目してるもん。大事な人を守りたい気持ちは
ね。そうね。それに私たちみんなエナモンがどれほどミユキちゃんを救いたいかよく知ってるもの。信じないわけにはいかないわ。そうですよね、教授。どうやら私は随分と頭が固くなっているようだ。すまないね、レナモン。ミユキを救えるならそれでいい。さて、敵の居場所は分かったけどさ、問題はどうやって勝つかだろ。この世界を支配してるやつだ。何も考えないで行くのはあまりに危険だろ。じゃあさ、こういうのはどうかな。勝つことよりもとにかくミユキを奪還することに集中するんだ。そしてうまく彼女を取り返せたら。取り返せたら全力で逃げる。そして急いで安全な場所まで行ってからミユキの力で元の世界に戻るんだ。それいいじゃない、ナイスアイディアだよ。へへ、だろ。ミノルにしては上出来。ちょっとだけ見直した。おい、なんかそれ素直に喜べねえな。ねえ、たくまくんはどう思う？私もこれって現実的な作戦だと思うけど。うん、悪くはないけど、でもことはそれほど簡単じゃないと思う。え、それってどういうこと？おい、たくま、簡単じゃないってどういうことだよ。うん、うまく説明できないんだけど、こっちの世界と僕たちの世界はお互い影響を与え合っている。つまりこっちの世界に異変がある限り僕たちの世界も無事では済まないんだ。なるほどな。俺たちだけ逃げても問題は何も解決しないってことか。じゃあやっぱりあの主ってやつを倒さなくちゃならないってことかよ。そんなの無理かもしんねえのに。いや、必ずしも倒す必要はないのかもしれないよ。え？主を倒すことと世界を正常に戻すということは分けて考えた方がいいかもしれないということだよ。それってどういう意味なんだ？主を倒さねえと世界は救えないんじゃねえのか？そうとは言い切れないと思ってね。倒さなくても世界を救えるかもしれないということですか？もしや教授は世界を救う方法に心当たりでもあるのか？その方法はわからない。だが倒さなくても解決できる方法は模索すべきだということだ。でもでも、その方法がわからないんじゃやっぱり戦うしかないんじゃない？そうね、今の私たちには確かにそれしか選択肢がないもの。教授の言うように主を倒さなくても済む方法を探した方がいいんじゃないかな。だからどうやってだよ。わからないから探すんだよ。それまでミユキのことはどうする気だ。私はこれ以上ミユキが主に囚われているのは我慢がならない。お前たちの目的がミユキの救出でなくなるというのなら私は。いや、それは変わらないよ。僕だってミユキのことは助けたい。というか主を倒すにしても何にしてもまずはミユキを助ける。そのことに変わりはないと思ってる。
ならば良いが、だが主を止めることは倒す以上に難しいだろうことは覚悟しておいた方がいい。とにかく祠に行く。それ以外に道はないと思う。だな。主を倒すにしろ、他の道を探すにしろ、俺たちが元の世界に戻るにはミユキの力が必要なんだろう。なら元の世界に戻るためにもミユキを無事に助け出すしかねえってことか。ええ、キド、ミユキちゃんを助けるのは元の世界に戻るためじゃないわ。ミユキちゃんの力のことは関係なく、ミユキちゃんを助けたいよね。でも祠に行くってことはやっぱり主と戦うかもしれないってことだよね。ねえねえタクマ、みんななんか不安そうだよ。うん、祠へ向かう前にそれぞれ気持ちを整理する時間を取った方がいいかもしれないね。気持ちを整理する時間ですか。不安な思いを抱えたまま主の元へ向かうのはあまりに危険だろうからね。お前の言うことももっともだな。教授とレナモンの言う通りだと思う。祠へ向かう前にみんなそれぞれ気持ちの整理と準備をして、それからもう一度集合しよう。